ではないと思うので、3月31日に卒業コンサートがあるってことはあと3ヶ月はあるから、その間にねたくさん一緒に公演とか出る機会があったらいいなって思います。こんばんは。ね、寂しい発表もあったけど今日はとっても楽しい一日でした。これはなんかヘアピン、なんかファンの方からのプレゼントに入っていたヘアピンをつけました。もう今日か明日しかつけれないと思うから、これなんか2個入ってたんですよね。2個つけれちゃうよ。2個もつけれちゃう。こんばんは。そして今日はねマイカー公演があったんですけど、マイカー公演で初披露の曲もありました。初めてやる曲が何曲かありました。喉大丈夫？喉は全然大丈夫です。喉は何も悪くないんです。もうねこの3日間ぐらいずっと訂正してるんですけど、ただ鼻声のだけで何も喉は痛めてなくて、喉の調子が悪いからとかじゃなく、シンプルに鼻声で声がかすれてるように聞こえるだけです。だから喉は全然大丈夫です。すいません、心配かけちゃって。こんばんは。そう、今日はボーイフレンドの作り方と彼女になれますかを披露したんですけど、ボーイフレンドの作り方は私がリクエストした曲でね、ずっとマイカーでやりたいなと思っていた曲だったから、まさか自分の意見通ると思わなくてびっくり。マイカーっぽいなってずっと思ってたんですよ。そうなの。あとは天国野郎っていう曲はもともと先輩たちがね、やってた曲を初めて私はやりました。ゴー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 イエーゴ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 ーイエーやりました。どうやって決めたかっていうと、マイカーのグループラインで多数決を取りました。みんながやりたい曲を何曲か言い合って多数決で決まってそう、彼女になれますかと、あとこれボーイフレンド。そうなのよ、楽しかったです。そうなんですよ、ノリノリで楽しいけど初っ端がそれだからもうめっちゃその時点でヘロヘロで、でその後にシェカラシカだったから7人バージョンのシェカラシカ。彼女になれますからね、誰だったか覚えてないんですよね。誰がリクエストしたか、リコチだったかな、わかんない、誰かのリクエストです。シンプルに覚えてないですね。誰だったんだろう、わかんない。もうそれぞれがやりたい曲を何曲もこれ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 って言って送ってって感じだから、他にもいろんな候補があったんですよ。楽しかった。ギフト読まなきゃだ、遡らなきゃ。わー、ありがとうございます。おたけさん、バラ、さわっちょさん、お疲れ、ラクさん、お疲れ、カワドリさん、決勝。あー待って、続けて喋るとちょっと喉になんか負担かかっちゃって、喉は悪くないのになぜか空気を吸えなくなってしまうから、ちょっと待ってくださいね、ゆっくり読んでいきますね。陣内さん、お疲れ、ひまわり咲いたさん、ゲームギフト。あ、ゆっくり読めない、もう無理だ。くわだりさん、決勝。トールさん、お疲れ、クックさん、決勝。おみかんさん、お疲れ、ありがとう。陣内さん、クックさん、決勝。トールさん、ありがとう、スタンプありがとうございます。ぼんやりさん、クロさん、お疲れ、しんいちさん、お疲れ、カメさん、トナカイとサンタ、シェンさん、ハート、コカジアさん、お断りです。しんいちさん、お疲れ、みゆちゃん、 I love you、 ありがとう。福ちゃん、お疲れ、ココありがとう。楽さん、だるま、
コウさんお疲れ、しんいちさんプレゼント、とっちゃん決勝、コカジアさんハート、おたけさん決勝、しんいちさん I love you、 さとこさんコカジアさんハート、しんちゃんさんプレゼント、さわっちょさん、コウさん決勝、おたけさん音符、わわわさんお疲れ、5個ありがとう。ふう、一旦休憩です。ちょっと鼻がさ、鼻詰まりだから喋りすぎると空気を吸えなくなってしまって咳き込んでしまうので、ちょっと一旦ここで一休み。ふう、それではいきます。まるさん、だるま、としいちさん、決勝、ガトーショコラさん、中田田さん、いっくん決勝、くしゃとりやさん決勝、わがうさんプレゼントありがとう。さわっちょさんプレゼント、ソーリーさん決勝、にしさんお疲れ、でねさん I love you、 ソーリーさん、かずきさん決勝、とにさんお疲れ10個ありがとう、ぜーたんありがとう、スタンプありがとう、まちゃるさんお断りです、しんいちさん、じんらいさん、こかじやさん、としさんプレゼントありがとう、そらそよかさんハート、こうじさん結晶、ベンジャンスイズマインさん、キャンドル、さんちゃんだよハートありがとう、スプマンテさんラブレター、アルテミスさん結晶、石川先輩プレゼント、山さんアルテミスさん、ベンジャンスイズマインさん結晶、石川先輩お断り、ブンさんキャンドル結晶、ケイスケさんハート、ミッチーさんお断り、こうさんお断り、大吉さん I love you ありがとう、アルさん決勝ありがとう、デサイスハートさん、しんいちさん I love you、 フレーベさんも I love you ありがとう、おすじくん花束、スカイホエールさん決勝、こうさん雪だるま、のぶろうさんハートありがとう、スカイホエールさん雪だるまもありがとう、かいちゃんタコ、おみかんさん I love you、 カジノフォンテさんお断り、サイズハートさんお疲れ、カードリさんプレゼントありがとう、水色魂さん、ジャーパングさん、シュンボーさん決勝、コウさんプレゼント、めっちゃキノコさん I love you、しんいちさん回復薬、もりもりさん I love you、 阿部ひろしさんお疲れ、ひろさん決勝、マウナさん5番、コウさんお断りです、ありがとうございます、早口になってしまった、すいません、ありがとうございます、ありがとう、サッタンプレゼントありがとう、ナルシさん雪だるま、ヒカルさんハートありがとう、こんばんは、カズヤさんありがとう、スタンプありがとう、ショウさん ラブレターありがとう、プレゼントって音しちゃった、ありがとうございます、写真見返してにやけてる、気をつけて、職質されないように気をつけて、注意だよ、楽しい2日間ありがとうございました、こちらこそです、楽しい2日間ありがとうございました、やばい喉に負担がきた、うんやだやだ、こんばんは、ちょっとお水持ってきますね、お水持ってきます、お水すいません、お水タイムでした、陣内さん回復薬ありがとう、キョンシュさん、ショウさん決勝ありがとう、こんばんは、楽屋寒くなかったですよ、ストーブがいっぱい焚いてあったから暑かったです、楽屋、陣内さん回復薬ありがとうね、早く直すね、あ読んだかもしれん、2回読んじゃったかもしれん、しゅんさんお疲れ、小林ひろみさん決勝ありがとう、ただいま、そうだよ寒くなかったですよ、おだしさん決勝、おたけさん花束、しんいちさんだるまありがとうございます、おみかんさん回復薬ありがとうございます、あいたかさん決勝ありがとう、今日ねお昼と夜のお弁当がねどっちも唐揚げ系だったんですよ、だからそのままその油で喉を潤すの頑張った、
テントの外まで声が聞こえてました。絶対マイカーや。なんて喋ってました。嘘、丸聞こえなんですかあれって。ずっとガー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 とかやって練習してたよ。トゥルル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 ルホッタルルルルルルルホッって言って練習してた。なるせさん、アイスありがとう。今日ゼロアイスです。ゼロ、悲しい、まだゼロ。この後食べるかは不明です。え、油で保湿した。でもダメだった。コキンさん、ハートありがとう。ね、回転寿司 AKB さんね、 AKB さん楽屋に回転寿司来るらしいですよ。メンバーが言ってた。 SN のメンバーが、え、AKB さん回転寿司らしいって言って。他のグループはどっか、 NMB さんかどっかもなんかこの前すごい豪華じゃなかったですかね。なんだったっけね、なんか楽屋に来てましたよね。しーちさん、お断りです。死んだふりしろ、わー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 、天国やろう。うん、楽しかった。サンタさん、サンタね、なんか毎年違うサンタになるんですけど、でこの前も、ね、やばい、鼻詰まり、鼻ちょっと早く通ってほしい。あのね、サンタさんこの前の福岡でも来たんですけどね、それとはまた違うサンタさんでした。今日なんかちょっとケープってわかる？ケープを着てるんだけど、ケープの下ちょっとセクシーな、なんだっけこれ、なんかよくみんながコメントで言ってるやつ、あの、なんですっけ、こういう、なんだっけ、なんですっけあれなんて言うっけあれ、なんだこういうやつ、オフィシャル、オフィシャルサンタだったからね、寒かったです、とっても。こんばんは。トリルさん、決勝ありがとう。わー、こんばんは。何歳までサンタ信じてた？小4か小5まで信じてました。いとこの一個上にね、お姉ちゃんがいるんですけど、いとこがね、そのいとこがおばあちゃん家にいた時にサンタさんっていないんだよって教えてきて、そこで知りました。夢を壊されました。悲しい。アルテミスさん、決勝ありがとう。こんばんは。そうなのよ。しかもさ、毎年福田あかりサンタさんが玄関の靴下にお菓子をたくさん詰めてくれてたんですけど、もうあかりんさんはあのもう来れないからあかりんサンタさん今年は来ないの確定してるので、だから今日はもうサンタさん来ないのでね、悲しいですね。そう、引っ越ししちゃってあかりんサンタさんだからもう来なくなりました。去年も一昨年も来てくださったのに。ストーンブックさん、ハートありがとう。クロさん、I love you ありがとう。あかりんサンタさん、でもあかりんサンタさんから素敵なプレゼントをもらいました。福フェス出演します。わーい。福フェスね、ずっとあのボリューム1の時から出たい出たいと思ってたから、そう今回ね出演できるの嬉しいですね。前回の今月頭ぐらいのパワーバンビさんのイベントで発表があったんですよ、開催自体は。でその時に楽屋で出たいですって言って、あかりんさん出たいですって言ったけど、まだメンバー調整中みたいな感じだったんですね。検討してみるねみたいな。で何日か前、今週先週かな、あかりんさんから連絡もらって、パセリ、あのパセリを選んだ理由を教えてくださって、そうなので
メンバーがね、メンバー構成が四国のユニットメンバーと、あと一期生さんとドラさんがいるんですよ。まあドラさんといってもドラさんのうちの2人が四国なんですけど、でそらはさんもマイカーだけどドラさんいて、でそこにサラピと私だけかな、そこに当てはまらないの、もしかすると出演してもらいます。そうなんですよ、めちゃくちゃ嬉しい、ハッピーハッピーです、とても楽しみですね。今日みちさんも卒業発表したし、おきさんも卒業発表してるから、このメンバーでの福フェスは最初で最後になるし、この16人ってね本当に初めての組み合わせなので、多分新しいポジションとか覚えるのかなと思ってワクワクです。またできるポジションが増えるかもしれん、もしかすると。陣内さん拍手ありがとうね、嬉しいよね。なんかそう、最初ね、あれドラさんと一気だけらしいよとか、四国だけらしいよみたいな情報が入ってきてて、噂でみたいな、やばいやん、パセリどっちにも所属してないからもうピンチ、こんなに出たいのにと思って、まあでも仕方ないよねって、あかりんさんのイベントだから、あかりんさんが選ぶ人がね出るわけだから仕方ないかと思ったら、この前連絡来て通知見た瞬間にびっくりして、なんかレッスンの休憩中かな、レッスンの5分休憩かなんかで見たんですよ。でえってびっくりして、めちゃくちゃ嬉しくて楽しみです。2月22日にゃんにゃんにゃんの日、ワクワクです。あと AKB さんもね出演します。あのね本当に出演メンバーいろんなアイドルさんが出演されるんですよ。あかりんさんってさコミュ力高いじゃないですか、コミュ力も人脈もあるじゃん。でフェスとか行くたびにいろんなアイドルさんと写真撮ったり喋ったりしてて、だからそうすごいなって思って。さあ AKB さんの研究生です。メンバーは後日発表らしいです。だからそれまでに昇格とかあるとまた分かんないよねきっとね。え AKB48 研究生名義だからね、出演メンバーが。そういや早くさあかりんさんのプロデュース公演やりたいです。 STU でやりましょうよ、もうすごい楽しそう、想像するだけでどんな感じかな。楓さん決勝ありがとう。確かにエガちゃんの MV、あかりんさんエガちゃんの MV の夢叶えてるしさ、奥さんも YouTuber ちゃんと続けてるしさ、なのにさセリカとマイのパセリカ計画全然進んでないけど大丈夫ですか。マイキューさん、マイキューさんとパセの進展なし。かまちゃん雪だるまとアイスとレインボースターありがとう。やばい、パセリ農園作らないと置いてかれてるわ、置いてかれちゃってるわ。今日ね君は何を後悔するのかを久々に自分のポジションで披露したんですよ。最近公演での披露はサラちゃんのポジションだったから久しぶりに自分のポジションでしたんだけど、やっぱ2番の歌い出しがあるのめちゃくちゃ嬉しくて、でも今日南さんもパセもちょっと声枯れてたから、なんかいつもより低めの2番の A メロだったかもしれない、ちょっとドスが聞いとったかもしれないね、折り面ポジでした。バラちゃん決勝、マクールさん決勝ありがとう。あ、クラコ予告見てくれたんですか、ありがとうございます。皆さん12月の26日火曜日深夜0時25分かな、 TSSで ST48 のクラコン
出演します。よろしくお願いします。見てください。 TVer でも見れます。広島以外の方は TVer でぜひ見てください。あとはあやぱんとあいこと、あとリネ、リネだっけ、あやぱんあいこリネだっけな、が出ます。高崎あやこもどきです。なんか最近ちょいちょいあるんですよ、高崎あやこもどき。今日の今日ね、クリスマスソング特集として、48グループ以外の楽曲をカラオケで歌いましょうってコーナーがあったんだけど、そこでもマイハさんと、マイハさん、アイコ、アヤパン、パセリの高崎あやこもどきで、この前はこの前もねこの前はサーヤン、アイコ、アズミン、パセリの高崎あやこもどきでユニットしたんですよ。なかなか揃わない。なんかあれみたい、ルービックキューブみたいな、なんかどこかを揃えたらどこか外れちゃって、なかなか4人揃いません。4人で披露したのは1年前の3周年公演、2期生の3周年公演が最初で最後ですね。唯一の4人でやったやつ、なかなか揃いません。寂しいクリスマスイブを過ごしてます。元気出して、元気出しなよ。ショールーム見たらたくさんの人がいるじゃないかねえ。レネさん、雪だるま、まもるさん、マリオツーさん、決勝ありがとう。まるさんも決勝、しんいちさんハートありがとう。知り合いとパーティーなおです。一人パシに興味持ってくれました。もっとなんか沼にはまらせてください。布教してくださいパセリ。ちょっとさ、知り合いパセリハマりかけてるなら、もうこれを、知り合いはぜひこれを読むべきです。いいですか、もう私ここにずっと飾っとくわ、これ読んでねって。これはサインにもらったサンタさん、ここにほら色味もぴったり、シナモンと PR 舞台ね、大事。コナンさん、決勝ありがとう。ぼっち電光石火、めっちゃいいやん。電光石火はぼっちでも美味しいよ。パちゃんの配信見てたら一息乗り過ごしてしまった。大丈夫、寒いのに通知来なくて、本当急に始めちゃったから。本当はね21時から始めようと思ったんですよ。でね、やばい、ツイートしてないと思って、ツイートの文章を考えてたら20分経ってて、やばいやばいってなって、そうしたらね、もう30分過ぎてました。気づいたら汗って。なんかライブ終わりいつもそんな感じです。家にはついてるんだけど、この端末がこのスマホからしか投稿できないから、やばい、配信もしなきゃだけど、メールもだし、ツイッターもわー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 ってしてる間に時間が過ぎます。大変。まずね、写真の加工から始まって写真の選別と写真の肌加工と、あと文章を考えてってしてたら、もう気づいたら1時間とか経つこともありますね。先週からパセリメール取り始めたけど、いっぱい送ってくれる。でも本当に最近ね、少なくてね、そう、申し訳ない、少なくしてるのはわけじゃないけど、なんかレッスンとかしてる間に夜になっちゃってって感じだから、これで多いと思ってくださってるなら、もう普段はもっと来ると思います。年末年始もっと来ると思う、何もないから待っててください、いっぱい送ります。でも飯テロ多めです、私マー君お断りです。メロンのあさこさん、 I love you ありがとう。うわ、もつ鍋いいね。しなしたんためぼっちこしだ。待ってリピートしてるやん、常連目指してる。メロンのあさこさん、バラありがとう。しんいちさん、ハートギフトありがとう。クリスマスカードパちゃんのに変えてもらいました。
どのデザインでしたか？パセリのクリスマスカードはこのように19枚あります。なぜかというと、あのユニットと今日の昼公演のユニットと夜公演の全員のやつとプラス PR 舞台があるから、あの出演メンバーとプレミアムシートの座席をそのメンバーの数で割ってるわけですよ。分担っていうかね、平等に書いてて、でも PR 舞台は6人であのプレミアムシートの分を書くから、そうだから瀬戸内 PR 舞台メンバーのクリスマスカードがこのように一番あるんですが、ですがもう本当に一枚一枚ね、我が子のように可愛がってほしい。もう最高傑作をたくさんたくさん産んだので、だから見てほしいな、見てほしいです。ドリーミーキッドさん、プレゼントありがとう。こんばんは。シオナさん、決勝ありがとう。日誌お疲れ。メロンのあそこさん、右田ピポさん、決勝プレゼントありがとう。カズさん、お断り。バラちゃんハート。土方歳三さん、決勝ありがとう。プレゼントもありがとう。ジャーパングさん、バラミヤリンさん、決勝ハートもありがとう。そうなのよ、だからトレードしてもらえそうだったらね、探してみてください。トラブルは絶対 NG だよ。トラブルなしで、ちゃんとお互いの了承を、ね、得てから交換っこしてね、仲良くじゃんけんとかでもいいけど。バラちゃん、かわいい、ありがとう。こんばんは。あとサインボールの行方も気になりますね。サインボール、パセリのサインボールのクリスマスバージョン、このように3個あります。昨日が2個、今日が1個、3個存在してます。誰かな今日はね。今日ね、サインボールがずっとずっとっていう曲でね投げたんですけど、ずっとずっとの振りがずっとずっとなんですよ。だからその瞬間みんなで振りかぶってずっとって言って投げたのに、あの力込めすぎて最善の人のところにボーンってね、こう鋭くこう落ちてしまって、ファンの人めっちゃビビってた。めちゃくちゃビビっててさ、申し訳なかった、本当にごめん。そう、なんかストレス発散したみたいになってたんだけど、全然そんなことなくて、遠くに飛ばそうと思ったら見てました。いやそうだよね、恥ずかしいよね本当に。2列目の人が撮ってましたよ、私のやつ跳ね返って。レフトさん、決勝ありがとう。そう、力込めすぎたら良くない。なんか今日のボールがプラスチックじゃなかったんですよ。あれはなんて言うんですかね、プラスチックじゃない、ツアーのサインボールはプラスチックだったけど、今日のはなんて、なんかモニモニしてるやつ、素材なんか赤ちゃんのおもちゃにありそうなやつだったから、よりね、しかもちっちゃめで、サインボールって結構手のひらいっぱいだったけど、なんかちっちゃめでこう包めるぐらいの大きさだから、こう行こうと思ったらボンって行っちゃって、人を傷つけてしまったかもしれない。はあ、反動でパセリに帰ってきたら、もうそしたら私が大事にするかメルカリに出すよ。私が転売しなきゃ。マリオ2さん、プレゼントありがとう。こんばんは。うん、怪我しなくてよかったです。いっぱい謝っといた、ごめんなさいってやっといた。ね、メルカリに出す人やばいよ。サイン入りとかのやつ出す人やばいよ、名前入りとかのやつ。大事にしてくださいよ、ちゃんと。広島に来たイブでありました。じゃあまた来年。今日はパセリが選抜発表されてからちょうど丸1年です。わあ、1年前の今日は
もうなんかもう何が何だか分かんなくて、まず朝からね、1年前の話した。1年前は私はソラハさんと喧嘩したんです。大喧嘩してて、もう一言も喋らない、なんか、ね、理由があったんですね。でなんか気まずい時期だったんですよ。でもプレゼント交換しようねって約束してて、だから約束を果たさなきゃって思って、3000円以内だか5000円以内だか決めてたから買いに行くってなって、でもレッスンの日々で買いに行けなかったので、クリスマスコンサートの日の朝から買いに行ったんですよ。そうで、雪が降ってて、その日積もるぐらい降ってたんですね。で歩道が氷でもう凍ってて、そこで私はもうね、漫画のような転び方をしまして、ツルンって滑って転んで、膝にもう結構デカめな、膝の3分の2ぐらいの大きさのあざをね作り、しょぼんと落ち込みながら、まあ、帰ってきて、で本番前にソラハさんにタンプレじゃないや、クリスマスプレゼント渡して仲直りをして、でライブではまさかのねソロ曲を弾き合わせたんですよ。去年のクリスマスコンサートはユニット編成がくじ引きで、で私そのくじ引きでなぜかソロを弾き合ってちゃって、そうなの、そこで運を使ってて、本当に去年はなんかそういう仕組まれてるんかってぐらいなんか運がいい日が続いたんですね。でその後まあ年明けたら運が悪い日が続いたから、まあどっこいどっこいなんですけど、そう去年のクリスマスのことは本当に忘れられません。盛りだくさんすぎて、いろんなことが、ソロのねイラスト、私の前に薄い幕が降りてきて、そこに私の手書きのイラストがこう浮かび上がってくるっていう演出を、あれダンスの先生がしてくれてて、ダンスの先生さ、もう演出家みたいな仕事をしてくださるんですよ、いつも。でそれであの書いたやつをそうやってモニターに映し出してくださって、でそのライブの一番最後に選抜発表がありました。そう、そんな1年前のクリスマスライブ。和樹さんハート、アルテミスさんハート、宮口さんハートありがとう、ありがとうございます。あっという間でしたね1年。アルテミスさんレインボースターありがとう。そのスクリーンのおかげでいつまで経ってもパセリが現れなかった。いや本当にそうなんだよね、パセリフィルターここにあるからさ、前に歩けないからずっと上で歌っといた。そうなんですよね、本当にそう。だからカメコを撮るにもパセリの前に薄い膜あるから鮮明には撮れないシステムでした。 BVE さんバラ、バラちゃんバラありがとう。ケイスケさんバラありがとう、ありがとうございます。こんばんは。瀬戸内のミニマロンさんかわいい、ありがとう、ありがとう、ありがとう。おみかんさん I love you ありがとう。演出的に良かった本当ね、もう二度目はないよね、ああいうくじ引きのユニット決めっていうのはね、なかなかレアですね。状況把握できなかった。にゃんきちさん液材でもありがとう。私もさ、しかも去年ね選抜発表があった後にねお見送りがあったんですよ。本当になんかもうメンバードヨンとしてるし、ファンの方もなんかおめでとうっていう方とちょっと落ち込んでる方といらっしゃったりして、すごいねあのすごい空間だった。今年はなんとお見送りがなかった、本当に寂しい。お見送りしたかったです。お正月公演お見送りあるかなね、お正月
お正月はたくさんのメンバーが出るので、どういう振り分けかお楽しみにしといてくださいね。盛りだくさんだと思います。花は誰のもの公演です。良いお年を。痛かった。良いお年を。でもまだショールームで会えるよね。でも確かにリアルで同じ空間いるのにね、バイバイって言えないの寂しいね。お見送りの時、そうだってね、そう去年のお見送りはね気まずすぎた。もうみんなメンバーも落ち込んでるメンバーとかいるのに、から元気でおめでとうみたいな言われて、ありがとうって言って、本当におめでとうってずっとリネとかが言ってて、しってなって嬉しかったけど、その空気感に耐えれなくて、しかも一人だったから、新選抜がもう誰とも一緒にいれなくて、もう心細すぎて、もうそうすごい、もうあのお見送りは忘れられません。ね、メンバーみんなおめでとうって言ってくれました。悔しいの悔しい気持ちを抑えてさ言ってくれて優しいなと思った。1曲目の踊らない笑顔のチャンス、あれそうなんですよ。しかも初めてワンコーラスバージョン、ワンハーフとかは1回だけあったんですけど、ワンコーラスっていうのはあのワンハーフは1サビの後に D メロに行くやつで大サビがあるやつなんだけど、昨日やったやつは1サビ終わったら本当に終わる、ワンコーラス、初めてのワンコーラスバージョンでした。からの考える、寒がりのカンガルー、このカンガルーは仙台で披露したんですよ。仙台で披露したやつを1年ぶりに、ちょうど1年ぶりに披露しました。全部やったことある曲だったけど、人数が変わってまた違った感じになってました。ミスターさん、キャンドルありがとう。ダーソクさん、花束。山崎さん、お疲れ。せいちゃん、プレゼントありがとう。そう、仙台の時はマイキューさんに腕を引っ張られて抱きしめられる振りだったけど、マイキューさんがカンガルーは出なかったから、そう一部出演だったので、オキさんが代わりにそのマイキューさんとこもポジション入ってくださって、もう職権乱用でした職権乱用の思い切り抱きしめてんとこで抱きしめてもらった。へへへ、もうにっこりその瞬間さ、なんかその瞬間の写真かな、なんか私がさ沖さんにさこう首をさギュッてされてるみたいで、私が喜んでるド M みたいなカメコ写真流れてきたんですけど、その時のやつかな、もしかすると。なんかすっごい状況わからなかったらどういう感じってなる金子写真流れてきて。ミスターさん、 I love you ありがとう。ね、金子いっぱいありがとうございます。保存してます、使います。あと今日はね、お母さんが配信で見ててくれたんですけど、お母さんはあのサーヤの生誕も大木さんの生誕もユミリンさんの卒婚とかも全部何回も繰り返し見とるんよ。でね、今日はライブが終わった後に、今日は自分のポジションだったねって急に主語がなく来て、うんってなって、自分のポジションなんだと思って考えたら、あの10枚目シングルの表題曲だったよく見てますね、すごいね。そう、お母さんめっちゃ見てくれて、2日間ありがとう。こちらこそ気をつけて帰ってください。また来年からありがとう。ちゃんと平和食堂納めしたかな。
ね、私の母さんね、あのねこの前ソラハさんに会った時に、ソラハさん家のポスト見に行きたいですって言ってた。わ、おすじくん、タワーありがとう、タワーありがとうございます。トナカイタワー、違う、サンタ、違う、これこのクマは何者なの、どっちもやん。クマトナカイサンタタワーありがとう。私のお母さん DMM 会員だから、あとねツアーとかも全部ね見てくれてましたよ、 STU チャンネルで。 STU チャンネルも見るし DMM も見る。しかも私のお母さんの妹も DMM 見てる。やばいでしょ、いい家族です。せいちゃん決勝ありがとう。集合写真のクリスマス欲張りフォーメーションね、あれやばいですよね、ソリになりたがる沖さん。メロンのあすこさんプレゼントありがとう。パセリお母さん、パセリのお母さんね、この前来た時にあの中部地方限定の私の大好きな片揚げポテトの白エビ味を持ってきてくれたから、早く食べたい、早く食べたいです。こんばんは、しんいちさん I love you ありがとう、ありがとう。よいしょ、ではタワーのお礼を書きます。今日は食べないですね。いや今日食べようかな、悩むな。だから今日さ、キングレコードさんからリンツのチョコの差し入れがあったんですよ。いっぱい食べちゃったいっぱいもう食べちゃったから、もうしかも今日さ昼も夜も唐揚げ弁当だったからね、もう美味しくていっぱい食べちゃったんだよね。そっちでもから悩みますね。今日が食べ時？いやそうだよね、今日食べ時だよね、旬だよね、今が一番。そうだよな、食べるべきよな。ご褒美、ご褒美、いやそんなご褒美っていうね、自分を甘やかしたら毎日ご褒美しちゃいそうじゃない。みんながご褒美を食べるときはどの時ですか、何を食べますか、どういう状況で何を食べますか。私はね、レッスンが6時間とかあったときにアイス食べます。みんなは、みんなはどうかい。今日いっぱい汗かいちゃって、今日の昼公演ずっと前髪向いてて恥ずかしかった。終わってからさ、尾崎セリカでさ亀子見たらさ全部前髪向いてた。もうびっくりだよ、頑張って固めたのに。やっぱ前髪切りすぎてましたね、昨日浮かなくてよかった。仕事で疲れすぎたらスイーツ、プレゼンが終わった後にチキン、わーいいね、週末の焼き鳥、うなぎいいね、めっちゃいいやん。みんなでご褒美の外食、わー外食いいね、外食、外食したいですね。お疲れ様でした、ありがとう、ありがとうございます。全然なんかクリスマスイブっていう実感も年末感も特になくて、どうですか、年末感感じてますみんな。あんま年末感感じてない。
だから多分年越しもはしゃげないと思う。ハッピーニューイヤーとか言えないと思う。しれーの年越しさ。みんなはどう？どうですか？ただ寒い。そうだよね、寒いよね、本当に。ね、あ、仕事納めなの？そうか、そんな時期か、もう。仕事納め。私さ、STU 入る前はさ、大晦日とかもその仕分けの、あの宅急便の仕分けの仕事、短期とかでバイト行ったりしてたからさ、だからなんか年末ってすっごい忙しいイメージ。忙しい職種の人は忙しいよね、本当に。あれ、そっか、明日仕事。そうだよね、でも私も明日も私も活動するから、みんな一緒に頑張ろうよ、頑張ろうね。ソルハも頼んだね。ソルハは任せてください。ソルハは最近パちゃんやめないでねって、え、パちゃんやめるって聞いてきたんです。勝手にやめせようとしてきた。ただ私が最近動画をよく回すんですよ。したら、え、最近動画いっぱい撮ってくれるけど、なんで、思い出作り、え、卒業しないよねとか言って、ただ動画撮ってるだけでさ、もう身近な人が卒業発表しすぎて、アーナとか沖さんとかミチさんとかね、しすぎて多分疑心暗鬼みたいな、なんかもう誰も信じられない。大丈夫だよ、全然大丈夫よね。泣き虫かわいい、今日も泣いてた。横であのドラフト3期生さんの曲があるんですけど、なんか本番前から絶対泣くって言ってて、なんでかっていうと、大木さんが卒業発表したから、もしかしたらラストになる可能性もあるわけじゃないですか。まあ他のとこで披露できるとしてもね、残りわずかじゃん、だから泣くみたいな感じのこと言ってて、ね、いや、その気持ちわかるよ。そうなんだよね、最後じゃないって分かってても歌詞が染みるんですよ、何の曲だからね。泣いてる瞬間モニター見てね、頑張れって袖から叫んだんですけど、届いてなかったらしい。悔しいわ。頑張れってずっと言ってました。泣くなって言って、でソルハさんがハゲてくるとき、私があの僕らの春夏秋冬でこう入るときにポンって触ったんですよ。ポンって肩かどっか触ったけど、終わった後、触ったの分かったって言ったら、うん、なんかぶつかられたっていうみたいなこと言ってね、菜の花やばいよね。リコチももらい泣きしてたもん。私も泣きそうとか言ってた、横で。いや、あれは泣きます、本当に。いや、本当に寂しいね。でもなんか沖さんが楽屋でいじったんですけど、ソラハはリクアーで1位を取れなかったことはまだ引きずってるんですよとかなんか言ってて、絶対違うじゃないですか。でさ、今日もさ、ソラハさんめっちゃ泣いてる横でさ、沖さん猫耳の髪型してずっと笑ってるからさ、わあ、なんかもうなんか関係性が面白くて、やっぱお決まりと妹の末っ子のソラハって感じが可愛いなと思った。ね、いじられてた。ね、悪いわ。ね、笑ってましたよね、ずっと。こんばんは。
2023年12月24日。まだ引きずってるってさっきの話に言ってた。え、引きずっとんかい引きずっとったんかい本当の理由だったんですか、まさかのいじられとかじゃなくてガチで引きずってたパターンね。泣くと思ってたねあの曲披露するとき泣かずっと泣いてる。でもそれだけ思い入れが強いってことですよね。寂しいよ。ちょっと待ってくださいね、カキカキタイム。すいません、カキカキカキ。クリスマス、あーペンライトね、言ってましたね、なんかペンライトの色があって。いや私はわかるよ、なんか生誕祭とかでさペンライトの色が揃ってる時とかさ、他のメンバーの生誕とかでもやっぱね、人徳よりも心にね来るよ。なんかこれを契約してくれた人とか、それに協力してる方とか、なんかそういういろんなことも考えてしまいます。じゃん、おすじくんメリークリスマス、タワーありがとうございます。じゃんじゃじゃん、ありがとう。クリスマスバージョン、ちょっとリボンみたいなのにしてみました。じゃん、ポン、ありがとうございます、イエーイなんかちょっとトナカイがさ、ちょっとブスだったかもしれん。トナカイに見えますか、これちゃんと見えるかな。これは雪だるま、ありがとうございます。本当にさとこさん、ハートありがとう。りょうさん、お断り、やばい、お断りしそびれ、やばいやばい。よしひろさん、決勝、千本桜さん、ハート。パイのみさん、決勝。 NRR0022 さん、決勝。みつさん、決勝、お疲れもありがとう。としやさん、バラありがとう、ありがとうございますね。私のクリスマスカードは誰がもらったんだろう、教えてよ。X でアップしてくださいよ、もらった人は。メビウスさん、ハートありがとう。おみかんさん、ラブレターありがとう。今日さ、前髪が浮きすぎてて帰ってきてからヘアピンでさ止めてたんですけど、見てよ、ほらずっと今日の昼公演のね写真見たら全部こんななの、ずっとこんななんですよ恥ずかしい、もう前髪浮きすぎてて。あ、何個かアップされてた、本当？カード？私がさめっちゃ凝ってるやつさ、私も欲しいんだけどクリスマスカード欲しかった、自分の欲しかったな。昨日載せました、それ見た、見ました。でもいろんなバージョンがあるんですよ、19パターンあるから、もう19パターン制覇してください、みんな探しまくってX 上で徘徊してください。どこかなって、パセリのサインのやつどんな感じかなって。おみかんさん、ラブレターありがとう。こんばんは、無事宿に着きました、わーわー、よかった、無事に着いて。持ち肌さん、決勝ありがとう。うまいって言ってくれるの、ありがとうございます。上手になりたい、絵と字が上手な人ってやっぱなんか魅力を感じます、歌もだけど、なんかそういう才能がある人っていいなって思う。
ちゃんぱちゃん。しんいちさん、ハートギフトありがとう。明日家に戻ったらカメコアップするね。ゆっくりでいいからね。あのさ、遠征でもう体がへそへそだと思うからね、もうとにかく一旦放置してもいいよ。年明けてからでもいいし、だって来年もクリスマスは来るから遅いことなんてないよ。来年アップしたらいい、また間に合わなかったら。だから体ゆっくり休めてくださいね。移動でも結構疲れるじゃないですか、距離があるから。だからね、あの自分の体調とか優先でね過ごしてくださいね。イブだからお断りしなくてもええんやで、さんお断りですイブでもお断り、うっかりあんこさんもお断り、クロさん決勝ありがとう。今日の髪型、今日の髪型さ、頭に雪だるまのっけたんですよ。なのに昼公演ここにリボンつけちゃったから何も見えなくて、後から気づいたの、終わってから。せっかくこんな可愛くしてくれたのに、メイクさんが。今日のヘアピン数えちゃいますか、もう数えちゃおうかな。45分に終わろうかな、そしたら今日45分まで配信したら、そこでヘアピンの儀式を行おうかな。雪だるま、団子でした。次回は飛行機用にするなんで疲れちゃいました。新幹線今日は何本でしょうかね。昨日は昨日5本だった。今日はどうだろう。昨日と髪型大して変わってないです。ここにあるかここにあるかここがあるかの問題だからね。どうだろうね。でも昨日とは違うメイクさんでした。どうかな、どうかな、どうかな。メロンのあそこさん、雪だるまありがとう。広島16時前に出たのにまだ家に着かない。そりゃそうだ、もう遠いもん。もう気をつけて帰ってください。凍えながら帰らなきゃじゃないですか。もう気をつけてね、事故とか気をつけて。事故事件もう全てすっ転ぶとかね、迷子とかも気をつけてね。で、パセリコール大きかった、ありがとうございます。喉をしっかり休めてください。30ちょい箇所回れた30ちょい箇所回ってくれたんですか、ありがとうございます。30ちょい箇所回ってくれて30ちょい箇所、じゃあ他にもなんかもっとパセリの聖地巡礼増やさなきゃ。ユニバのユニバのサイゼリアにこの前行きましたユニバのサイゼとユニバのバーガーキングじゃなかった、ユニバのあれなんだっけ、あれシェイクシャック、ユニバのシェイクシャックとサイゼ行ったあとスシロー、ユニバのスシローも行ったことある、半年前ぐらいに。あとはね、ユニバのマックも行きました。はい、聖地巡礼ぜひしてください。昨日と今日はありがとう。こちらこそありがとう。お見送りなくて寂しかったね。また近くで会おうな。バイバイって今度こそ言えたらいいね。メニューは一緒です。でもスシローは店舗によって金額違うかも。帰宅した、あ、よかったよかったです。乗り過ごした、私の配信のせいで乗り過ごしちゃったのに、よかったよかった。ユニバのローさん、ユニバのローさんめっちゃ行ってる。あとユニバのあの松木よ、ユニバのなんかドラッグストアも行ったおー、聖地巡礼場所が増えてるよ。のべちゃんプレゼントありがとう。決勝もありがとう。今朝初めて夢タウン行きました。夢タウン楽しいよね、大好き夢タウン。
ユニバのマック2回行ったことがあります。何食べましたか？私はね、何食べたっけな、全然覚えてないや。何だったかな、何だったっけな、ジンジャーエール飲んだ気がする。確か田辺さん、お断り。クニさん、カズキさん、ハートありがとう。パのいい写真撮れたから最高。え、最強なの？イエーイ、力持ち乗っけてね。可愛いやつ、あの毛穴が存在しないことにしといてください。カメコの皆さん、アイドルの毛穴は存在しないことにしといてください。お願いします。よろしくお願いします。もう毛穴なんて存在しないのでね。ともっちさん、決勝、バラちゃん、バラ、カメさん、プレゼント、アルテミスさん、レインボースター、ありがとう。シーチさん、バラ、ありがとう。もうね、最近よく無加工カメラで写真撮るんですよ。もうびっくりしちゃう。無加工カメラってさ、人間の目で見るよりも目では見えない肌のこの細部まで撮ってくるんよ。余計なことしてきて本当に。今日ね、ライブ中にも思ってたんですよ。なんかライブの袖にスタンバイしてる時にモニター見ながら、なんかさ、平成とかのアイドルって画質がそんな良くなくてもあんなに可愛いのすごいなって思って、今のアイドルとかもこんなに鮮明に映っても可愛いのすごいなと思って、どっちもね、すごいなと思ってモニター見ながら思ってた。あ、可愛いアイドルだと思って見てた。ちゃんとオタ活してました、舞台袖でね。いや、画質良すぎるともうね、なんかさ、シミができるのってなんか時が経ってからみたいなこと言うじゃん。シミ予備軍が肌の下にいるけど気づかないだけで実はもうできてるよみたいなこと言うじゃないですか。なんかそういう予備軍まで映してくるんですよ、無加工カメラは。本当に余計なことはするんです。でそれではぁーって落ち込んだりしないといけない。だからさ、本当に K-POP アイドルさんとかすごいなと思いますね。肌管理してる人すごい。桃源郷さん、プレゼントありがとう。こんばんは。桃源郷を信じて冒険に出発。スーパーガールズさんの、だって桃源郷っていう言葉をね、知ったよ私は。桃源郷、中学生の時に初めて知った桃源郷、意味は分かってないけど、スーパーガールズさんが好きだったからいっぱい曲聴いて桃源郷を知りました。どういう意味ですか桃源郷。平和食堂行ってきました。王様のディナー食べました。美味しかったですか？ボリューミーじゃない？結構平和食堂ね、美味しいよね。桃源郷どういう意味？ステージから立ち見の方はある程度判別できた。うん、判別はできたけど、でもやっぱ身長とかあるからペンライトは見えるけど顔はこうやって見たりだったよ。でも本当にさ、みんな足腰大丈夫か心配です。え、桃源郷なの？桃源郷じゃないの？桃源郷じゃないの？あれサイレント、そう今日サイレント歌いました。世界の終わりさんの鼻声だったからさ、鼻声で余計音程が。え、桃源郷なの？桃源郷を信じてだったの？私ずっと桃源郷かと思ってたよ。え、今知りました。26歳にして知った。だって13か14の時にこの曲、13、14、15ぐらいで、だから10年間私はずっと桃源郷と思ってたよ。桃源郷だった。え、桃源郷だったの？ちゃんと覚え直すわ。桃源郷、賢くなりました。なんか私配信するたびにバカを晒してて恥ずかしいよ。
バカさらしてるやん。なんかさ、でもそういう住所あるじゃん、何々号って。ね、私もゲンゴロウみたいと思った。ゲンゴロウみあるなと思いました。ゴーとも読むけど今日なのね。ほう、勉強になりますね。長崎にも何々号っていう住所あるよ。同郷は同郷同郷は同郷で分かった。同郷とは思ってなかった。桃源郷ね、覚えるね。帰ってきてから1時間ランニングしてきた。偉すぎ、この寒い中。いや偉いね、めっちゃ。もう鼻が、私の鼻がさ、なかなか治らん。桃源郷ね、お勉強、日々勉強や。郷ひろみさん、わかるよ。郷ひろみさん、こんばんは。43分、早っ。もう終わる時間ですか。じゃあ髪の毛ほどかなきゃ。じゃあ皆さん、髪の毛をほどいていきたいと思います。髪の毛外しです。その前にちょっとこのタワーのお礼のペンたちを収納します。こちら収納ボックスです。313、お疲れ、ありがとう。じゃあ皆さん、今日のヘアピン予想してください。かずきさん、レインボースターありがとう。今日はどんぐらいかな、今日は何本ピンが使われてるかなね。よし、ではいきますよ皆さん。これは配信前につけたから、これはなしです。これはよそのもの、違うピン、よそ者のピンです。じゃあいきます。1、2、3、4、5、6。お、あらららら、7、8。おお、8本でした。やばい、聞こえます音、いくよ。やばい、強い、これやばいよ。今日は8本、昨日5本、今日8本のヘアピンが頭に入ってました。びっくりすごい、もう頑丈です。ほら、びっくりよ。これは違うの、これはさっき私が帰ってきてからつけたからね。これは別よ。もう外しちゃおう、もうお風呂入らなきゃ、汗かいたもんね。スケモンさん、バラありがとうございます。お正月公演の時にね、この髪型しようと思ったの、鏡餅ヘアとか言ってしようと思ったのに間違って今日しちゃったんですよね。メイクさんに、メイクさんの前に座った瞬間、髪型どうするって言われた瞬間に間違って、ここで団子でって言っちゃって全然そんな予定なかったのに、そう、これ正月でしようと思った髪型を今日しちゃったから、正月はどうしようかなって。やばい、すごい、スプレーでガチガチな、こういうポテトあるよね、なみなみの結構しょっぱめの味染みて美味しいやつ。
和友さん、I love you、 ありがとう。何団子2段メイクさんなんかせやんね、お腹が鳴ってる、お腹鳴っちゃうよ。よいしょよし、あれやばい、頑丈になってた、二段重ねだ。待ってください、ほどけない、ね、絡まっちゃった、もう私を助けてください。うん、もう無理。なんかこういうやついるじゃん、妖怪に頭から蛇がいっぱい出てるやつ、それみたい。痛い、髪の毛引っ張られて、あ、メデューサ、メデューサ、それな、いや、外せない。外せません。ハサミで切ろうと思ったけど、ハサミどっか行っちゃった。もうやればやるほど絡まって、もう無理です。諦めよう。もう無理。配信終わってからどうにかします。やばすぎる、見納めといてくださいね。正月の髪型これにしてもらおうかな、これでって言って、自撮りしよう、これ後からメールに送ろう、明日自撮り忘れそうだな。では皆さん、今日見てくれてありがとうございました。こんな別にこれが見たくて見てるわけじゃないと思うけど、毎回恒例になってる、やばいな。すればするほどなんか頭にタコ乗ってるみたいじゃん、ほらこれがタコの頭で、ここが吸盤とかのやつ、タコやん。ではでは、壇上読んで終わりたいと思います。いきます、いきますね。13位、みぎたぴっぽさん、12位、おみかんさん、11位、じんらいさん、10位クワドリさん、9位メロンのあそこさん、8位しんいちさん、7位かずきさん、6位アルテミスさん、5位ワウワウさん、4位山崎さん、3位阿部寛さん、2位トニさん、1位カメさん、ありがとうございます。ありがとうございました。それでは皆さん、このタコが頭に乗っているパセリちゃんとお別れしてください。バイバーイ。自撮りしなきゃ。バイバーイ。おやすみなさい。